ぞ。宮崎修正です。はい、よろしくお願いします。はい、14歳です。はい、学年は、中学3年生です。年生、水泳とキャンプです。すごくめっちゃ楽しかったんですけど、うん、やっぱあの前回優勝だったから、うん、2連覇するつもりで行ってたから悔しいけど、まあめちゃめちゃ楽しかったです。おー、あの一番悪い方で一緒に残ってるのが、うん、最初の時に、うん、あ全部ですよね、全部で、うん、SD リーグとか、うん、全部含めてるよ。きらめきとか、うん、ちょっと間違えちゃったりしてた、うんうんうん、ミスったとこがあったから、うん、そこが一番悔しかったなってずっと思ってたのと、うん、まあ、あとダブルDの3位と、うん、まあ、東日本予選で勝ち上がれた時の、うん、あのなんていうんだろう、まあ、悔しいけどやったぜみたいな、そんな感じのところがめっちゃ、そっか。へ、自分はなんか思ってるのが、うん、弱いっていうか、なんていうんだろう、うん、しなやかっていうか、うんうん、地形の動きとヒットとか、うん、両方できるように したいと思ってて、うんうん、まあ今あのダブルオーディだと女子パートとかも、うんうん、女子パートと男子パート両方入ってて、うん、確かに。とかめっちゃちょっと強みかなって思ってます。本当唯一無二だよね。なんかさ、抵抗はない、その柔らかい動きに対して。結構こう女子ぶりとかもそうだけどさ、あんまり抵抗はなかったし、なんかずっとそのメンバーでやってたし、うん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 、まあ、自分も大会いろいろ見てきてるし、うんうん、なんか恥ずかしいってよりちょっと一回やってみようかなみたいな、うん、やってみたいなみたいな感じの方が強かったです。なるほど。なんかちょっと支えるのかなって思ってます、うん、自分は。なんかちょっとずつ、うん、まあ、いろんなとこ言ったりとか、うん、その大きくはあんまりあれしてないけど、うん、なんか全体的にちょっと、うん、ちゃんと支えてるみたいな感じになってます。うんうんうん、なるほどね。結構なんか下の子たちが修正をなんか頼ってるのは私たちの中で結構印象的にあるんだけど、なんか下の子から好かれやすいのかな、なんか頼られやすいというか、はい、話しかけられやすいのかな、かもしんないです。なんかそれは自分の中で意識してんの？いや、なんか怖い、ずっと怖いよりなんか、うんうん、怖い人もいるし、優しい、うん、ずっとでもないけど、うん、優しいところもあった方が、うん、なんか普通に雰囲気は良くなるね。ちなみにその怖くは言えんの、修正が？もっとこうしてほしいなって思うときに叱らなきゃいけないってなったら怖く言う？ちょっときついかもしれない。それは課題なんだね。それはね、難しいのね。そう、年長さんの頃に受けたレジェンドのオーディションで、うん、まあ、そこからずっとなんかダンスめっちゃ夢中になってたかなと思って、幼稚園でずっと楽しいダンスっていうか、うん、普通のダンスやってて、うん、で宮野も一緒の幼稚園とか、うん、宮野がきらめきだって分かって、うん、じゃあ俺も行ってみるかって、その楽しい気持ちで行ってたら、うん、なんか楽しくはないなっていうか、きついぞってなって、うん、思ったよりきつくて、うん、なんかちょっと心折れかけたけど、うん、これできたらかっこいいんじゃねって思って。あ、それは修正が思ったの？はい。へえ、なるほどね。じゃあそのちょっとできたらかっこいいなっていう思いから今になってるってこと？はい。まあ、すごいね。はい。人生ですね。ありがとうございます。